マイライフ実況44回目の今回から交流戦が始まるからね。交流戦は5月の5日から始まり、5月の24日ソフトバンク戦まで続きますから、動画ではね、2回にわたって交流戦をプレイしていきます。初戦からいきなり日ハム戦、まあ、登板する予定がないのは残念なんですけども、もしかしたら大谷翔平との対決もあるかもしれないんでね、その辺楽しみ。まだ大谷とは公式戦で対決はしたことがないはずなので、初対決でどういう結果になるか楽しみだね。全部野手での出場ですから。行きましょう。早速。大活躍でね。大谷は出るかな今日。出てくれよ。逃げんじゃねえぞ。逃がさねえぞ、この野郎。逃げるのは分かってんだから。逃げない？逃げ谷じゃない？あ、全然逃げてない。どころか6番起用っていうね。キー岡田も加入してるし。わお。大谷6番で使うって贅沢すぎねえか。3番あたりで使えや。まあいいでしょうね。今日8番での出場になりますから。1試合目野手で出てるってことはどうなんだろうね。いや、これ投げる前休みがおそらく入ると思うんで、パワープロでもしっかりとね。だとしたら多分これ投げないな。この交流戦でね。逃げるかな俺からね。俺から逃げるっておかしいよ。何逃げる要素がある ?OPS5 割台のバッターからね。まあでも打率は2割6分5厘ですよ。だけんな。得点源でも3割打ってますから。結構怖いバッターだよ。数字上はそんな怖くないかもしれないけど、チャンスでは怖いんで。こういう場面ですかね。しっかり打ってますから。さあ来い。おいで、フルカウント。フォアボールでもええんやで。てかそっちの方がええわ。入れてくるんだね。抜けない。ゴロゴロ、じゃがいものようにゴロゴロ。じゃがいものようにってようわからんけど、ゴロ感半端ないでしょ。ゴロの中でも最下位のゴロだよあれはね。ひどい。内容がない凡退だ。チャンスでああいうバッティングしてたらね、俺が監督ならもうその場の感情に任せて2軍行きを通告するね。全く見てて面白くないんだから。よし来た。1、2塁かー。危ねえ。 T 岡田に取られかけたね。大谷の元に打ってやったわ。どうだ、二刀流でも俺は結構やる二刀流だからね。その辺にありふれてる二刀流とは違うんやで。若干このパープロ二刀流のバーゲンセールになってますけどね。結構いるよ二刀流が。まあでもそんなチープな二刀流じゃないんでね。これはもう高級ブランドのような二刀流だから。他とは違えんだ。まあこんなバッティングしてますけどね、うん、どっちがチープか分かるだろ。さあどうだ、まだあるかな打席、うん、あるね。おいで、得点圏だ。カモ打ちてえな、チャンスでね。わー、追い込まれた。マジでボールじゃないっすか。よし、でも打つからね。審判が敵でも問題ない。余裕。はい、今日2安打でタイムリーいただきました。だから言ったじゃん、得点圏の俺怖いっていうね。はい、チームは9対3で勝ちました。で、大谷翔平さんは野手で出場してましたが、活躍したのかな？まあ、今日はね、直接対決はなかったけど、互いに野手での出場だからね、どっちが上か見ていきましょうよ。まず俺は打っては4打数2安打、タイムリー1本。で、対して大谷翔平は、4打数1安打に1打点に2三振ですか。三振2か。しょぼいね。てか今季まだホームラン打ってないじゃないですか。打率2割5分。あれ俺の方がすごくね。ね、打率2割7分6厘あるからね。まあ OPS で見たら絶対大谷の方が高いんだけど。うわ、投げては防御率 4.38 なんだね。いや、ひどいよ。今季だけ見たら俺の方が上かもしれない。で、打っては規定打席は到達してないので、打率2割5分。あ、4打数しか立てない。今季初の野手での出場だったんだね。わーお、二刀流起用されてないっていうね。意外な結果になったよ、これね。マジかいな。投げてはこれですからね。大谷さんもう終わり。年齢で言えばまだ若いでしょ。25。これから全盛期になる男がね。やばいじゃないですか、能力の衰えが。はっはっは。いや、これでもアップデートが入ったからね。この実況は、いつから始めたんだっけな。7月とかそれくらいから始めたんで、9月にアップデートがあって、大谷の翔平のね、能力がかなり下がりましたから、で、アップデート更新してるのでね、このマイライフでも。だからこれだけ衰えてるんで、本来上がらないとおかしいですから。まあ、それもあってか、今季のね、成績がボロボロなのかな。これひどいよ。もう完全投手成績だけ見ても俺だし、野手成績でも、そもそも試合に出てないんだからね。俺の方が勝ってる。まさかの、現段階だと大谷よりも俺の方が上というね、ちょっと意外な結果になってるよ。で、投げないの？まあ、投げない方がいいわな。大谷翔平さんね。投げたらどうなるかわかるもんね。モノホンの二刀流に懲らしめられますから、偽物がバレるからね。メッキが剥がれるから、やめておいた方がいいと思うよ。逃げろ、逃げろ。逃げ谷と呼ばしてもらうけどね、これからね。
マエケンも一時期逃げ剣みたいなこと言われてましたけど、それと同じだよ。強いものから逃げるものに明日はないし未来はない。ずっと雑魚戦と呼ばれ続けるんだよ。そういうことだ。ほい、来た。センター前に落ちるやつ。はい、いただきました。あいや、あいや、いつものやつ、うん、なんで俺の時頑張るねん。その頑張りええで、監督も見てないと思うで。おう、落としてくれた方が、うわ、あいつ優しいやつだなってなってね、監督評価上がると思うよ。あんな雑魚みたいなやつの打球を落としてやってんだから、いや、いいやつだよ。ちょっともうちょっとスタメンで使ってやろうかな、ね、俺が監督ならなるけどね。はい、月です。ありがとう。これが俺、うん、名刺代わりの月やね。いつも通り。さあ、ランナー満塁のチャンスでやってきた。これは狙うわ、一撃だ。もうしょうもねえ。当てに行くバッティングは終わり。うん、結果凡退や。大谷の元に飛ばしたね。はい、アウト。意味ねーす。もう本当に満塁で1打欲しかったんだけどね。あ、スタミナ切れてんの、まだ投げてる。おい、ちょうど来たんちゃうか。頭越えろ。西川頑張るなよ。もうお前何回俺のとんねん。もう絶対許さない。絶対だ。お前の名前は覚えておくよ。忘れることはないでしょうね。何回とんねん。いい加減にしろよお前。1回目はまあええわ。まあね、いいでしょ。2回目は取るなよ。うわ、今日ノーヒット連続安打もね、6試合続いてたのが止まった挙句月1個だからね。決してね、クソみたいな凡退があったというわけではない。いい凡退もあったよ。で、大谷翔平はどうなの ?3 打数2安打だね。やっぱ出れば打つよ、これね。いや、そうだよ。だって、野手能力はね、全然下がってないですからね。先ほども言いましたが、アップデートがあってね、ピッチャーの能力は当然今季の2017年大谷はね、まあ、大した成績も残してないし、そもそも投げてないせいもあってか、能力は激落ちですけどもね。打ってはもういい成績残してんだから、全然下がってないよ。むしろちょっと上がってる感じもするけどね。おい、大谷翔平来ました。初対決だと思いますわ。行きましょう。コテンパンにやりますよ。楽しい試合が、展開がやってきたな。逃げなかったね。大物だ。やはり大谷は大谷。すごいバッター、ピッチャーだよ。ここで逃げるやつはすごいやつではないからね。行きましょうよ。これおそらくこのシリーズ初めての対大谷ということになるね。来い。まず俺相手する前に燃えてほしくないからね。さあ、得点圏で大谷と初対決回ってきたよ。1打席目。いや、多分初だと思うんだけどな。お、初対決だね。あ、合ってますね。第2球投げました。どうだ。大谷から打ってタイムリー。チーム同点。大したことねーす。見たか大谷。これが俺だよ。二刀流対決。まず1打席目から軍配が上がったね。いや、もう今日は総合的に見ても俺の勝ちでしょ。いきなりヒットが出たんだから。さあ、2打席目どうだ。いや、そこで速球ゴリゴリで来てたらね、打てなかったよ。ぶっちゃけた話をすると、逃げた変化球で来てんだからね。うん、スローカーブなんて打ちやすいわ。うわーね、こうやって来たら抑えられますから。いや、相手の作戦ミスだろうね今のはね。まあでも打ったのは事実だから、そんな興味ないわ。打ったものが勝ちなんでね。さあ、でも11続くよ。俺の1点のみか。いや、これでチームが勝ってくれなきゃったらね、本当に勝ちかといえばちょっとそうじゃなくなるような気がするんでね。本当の意味での勝利が欲しいんで、ぜひともチームには勝ってもらいたいが。うわ、もうビビってるね。完全にストライク入らない現象だわこれ。もう藤波さんかな。じっと待ちましょう。フォアボール以外ないよこれ。おっと、入れてくるんかい。マジで入ってるじゃん。で、どうだ。ファール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 。 OKOKOK リードオフだからねこれ。俺が出れば繋がる可能性もあるんだが、ここは凡退。3打数1安打か。で、あー、チーム得点入ったわ。で、大谷まだ投げてるかな。いや、もう変わってる。マスになってるわ。同点に追いついたからね、ここで勝ち越しの1打欲しいぞ。対大谷とは3打数1安打。マスイはどうだと言いたいが、ここで2ストライク。えい、で、ここで凡退。打てよ、もう。勝ち越しならずだね。で、チームは結果さよなら負けだ。最後誰にやられた。 T 岡田だ。大谷は8回投げて2失点の好投やからね、チームは負けた。しかし対決結果は勝ったと言ってもいいでしょう。これだね、対決結果。大谷の26球目からだね。初球はスライダーを見送り、ストライク。しかし次の球だね、はい、このスローカーブ、同じコースに来たスローカーブを打ってレフト前で
得点。まあ、その後は残念ながら打つことはできませんでしたけども。まあ、大谷と、私の個人成績は俺の勝ちと言ってもいいでしょう。次の対決も楽しみだよ。来年かもしくは日本シリーズかになるけどね。あ、よかった。さあ、続いて、楽天戦ということになりますね。次投げる予定があるんだが、ちょっと、スタミナが完全回復してないんでね。できれば今日の一日は休みにしてもらいたいんだが、ラミレス。全然気を使ってくれないね。うん、お願いしますよ。2試合目登板予定ですからね。で、本拠地での戦いですから。いや、打つ方ではね、打率も2割6分以上今あって、ほんで、ここ3、5試合で見たらほんと5割、もしくは3割、まあ3割が確実に超えてるんですけど。ただね、投げる方では最後にちょっと炎上あったからな、前回ね。怖いっちゃ怖いんだよ。また何かがありそうだね。打つ方ではほんと最近、5試合では3割3分3厘だからね。よく打ってる。だから打率も上がってる。それを証明してるよ。第3球は今日も続けていきたいけどね。ボール、うん、はっきりしたボール球、カウンター2ボール1ストライクです。あとこれだけ調子良かったホームランもなんか出そうな感じするんだが、ホームランは意地でも出ないっていうね。出るのはヒットのみだ。5回の裏、これからホームランも欲しいんだよな。もう点差空いてますし、ちょっと一打狙いに行きましょうか。投げました。狙いに行くってそこ難しい球打ちに行くってことじゃないよね。そんな打てんわ。それ打てた天才やもん。あ、もう途中交代やね。おれでチーム逆転サヨナラ勝ち。すっげえお前6点差からのこれやからね。まったお前俺が投げる前で神試合やったな。見てくれよね。これもう3回、5回の時点で6点差ですからね。ただ5回1点、6回1点でこれで4点差。で、8回1点取ってこれで3点差で、9回に4点取って逆転勝ちだからね。はぁ、劇的な展開やね。すごいもすごいわ。もうこういう野球をちょくちょく横浜はするんでね。9回の攻撃、まず先頭バッター桑原アウトで、続いて、音坂戸柱、連続ヒットで、奥井のタイムリースリーベースで2点が入り。で、筒子フォアボール、ロペス、ライトへの犠牲フライで、最後は宮崎が決めたんだね。まあ、その試合で俺は何の活躍もしてないですが、本当に、ちょっとこのオーマイライフの横浜は相手にしなくて正解だったね。あ、このチームを俺は選択したこと間違いではなかったと思うよ。解決したくねえよ、お前、こんなんで。急にスイッチ入って、お前、あんな燃やされるんだぜ。怖えよ、お前。さあ、これ登板する試合やっていきました。前の炎上がありましたからね。高騰できるようやっていきましょう。まあ、炎上も炎上、燃えに燃えだからね。まあ、守備のせいとは言ってきたけども、あれは守備のせい以前にまずヒット出すぎ。6回投げて被安打15ですからね。イニングの倍以上のヒットを許したわけだから。それはダメだよ。最高、交流戦ね。投げました。初球から打ってきたがアウトだ。ただ痛烈な打球。初球狙い打ちって感じだったけどね。5月はちょっと投手で月間 MVP を取りたいと思ってるんで、まあ炎上つってますけど、たとえ炎上しなかったとしても、まあ4月の月間 MVP は取れてないからね。マー君がいますから。マー君が防御率 1.50 で5勝1敗だったかな。それで月間 MVP 取ってますので、まあ前回負けて炎上がなくてもその成績を上回ることはできてなかったからね。ちょっと無理なんですけど、ちょっと今季は取りたい、この月はね。さあ、無事抑えて、1回はゼロ。完璧や。さあ、どうだ。援護もたくさんくれよ、さっきのような。いや、さっきのようにドバッと取るんじゃなくて、じわじわっと取ってほしいね。毎イニング1点ずつ取ってほしいわ。そういう感じがいいんだよ。よし、ロペスよく取ってくれた。エイス。ウィーラー。今日に関してはウィーラーは別に怖くないかな。数字もまあそこそこには打ってるが、そもそも調子が悪いからね。まあ、間違いがなければホームランもないし、間違っても今日はホームランないバッターだよ、多分これ、今日のウィーラーに関しては。で、銀次が4割0分5厘か。わーお、ホームランはないが、さすがだね、この辺は。当てる技術ね。いや、うちの奥井もね、4割今キープしてると思うんで、もしかしたら、初めての4割バッターがセパ両方で出てくる、あのトリプルスリーが出てきたかのようにね。あるかもしれないよ。あれ確か2015年シーズンだよね。トリプルスリー2人出てきたの。その5年後、2020年にそういうことが今起ころうとしてるからね。わぁ。あ、今2021年か。2020年ちゃうか。あ、2020年で合ってるね。うん。さあ、結果今アウトでよかったね。転がった先はファーストでしたから。救われたよ。で、センター前に落ちるやつ？イエーイ！また自援護成功！ここ最近はお前投げる試合で打つことがものすごく多くなってきてる。
ジエンゴの神と呼んでくれ俺のことを。すごすぎる。人から言われたことは一度もないけどね、全部自分で言ってるだけだが、マジでジエンゴの神とかしてるんでね。俺のバットは止まらないぜ、こうなるとね。だって止まる必要ねえじゃん。はい、打ち上げて、ライトフライで、はい、ワンアウト。まあせっかくね、こうやって自分で1点取れた試合ですから、台無しにするわけにはいかんよ。まあ今のところヒット1本も浴びちゃって、浴びてない、浴びた、どっかで浴びたっけ、浴びてるね、うん、どっかで浴びたん、ちょっと忘れたわ。まあでも難なく抑えてますから。1番岡島、よっさ、今日は三振も結構取れてるっていうね。まあ、調子の良さもあるんだろうけど、決まった、帰ろうとしてたのに止めないでよ、フレア、あれよく見るな、さっきは初球打ちで来たんだが、よく見るな、どうした、みるみるくんなってるじゃないですか、そんな見ないでチラチラ。フォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。バッターはバントの名手藤田、今日の第1打席、わからない、なぜだ、ボール、インコースの判定がちょっときつくないか。まずお前頭見えてないもんね、あのキャッチャーの頭でかすぎてね、そもそもそこがガバガバっていう、そらきっちりとした判定できへんわ。低め全く見えてない、低めどころか高めも見えてないんだからね、完全覆いかぶさってる状況なんだ。何も見えてないよこの審判、そら無能ですわ。あー、もう2アウトから続くな、俺の悪い癖だよこれ。こんなんでお前せっかく1点取ったのに台無しにするような展開、一番最悪だからね。でペゲーロとかいう怖いバッターだ。うわー、でそんな器用なバッティングできるバッターだっけ。同点、ペゲーロ綺麗な流し打ち、謎のパフォーマンス、あーバーンのやつね。あれ一時期ね WBC でも流行りましたよね、2013年だったかな。あれそもそもメジャーリーグのあれなんだよね、なんかパフォーマンスで松井和夫が持ち込んだやつだもんね、日本に。そのバーンはええねん、ここでせんで、完全なる煽り行為じゃないですか。一時期阪神もなんかやってましたよね、だってなんか手合わせてね、完全なる煽りだったよあれは。ベンチ全員出てきてね、腹立つんだよ、そんなすんな、当てんぞいやマジで当てんよ、そういうパフォーマンスは日本でも禁止するべきだ、調子に乗るんじゃね。それで当てられてもメジャーリーグでは何の文句も言いませんから、ガッツポーズも禁止ですからな、あっちは。うるせえんだよそういうとこ、メジャーリーグの真似しろ。あとチャレンジシステム導入もね、真似してほしいとこしなくてね、しなくていいとこ真似してるっていう、ようわからんわ。またヒットかいこれ、お前も今日はウィーラーに打たれるつもりさらさらねえのよ。さっきこれ銀次打たれたんだね、ヒットは忘れてたわ。あ、銀次バントさす？いや賢くないね、4割残してるバッターにバントか。うわー、でも結果それで1点入ったら文句は言えんわな、打たれてるよ連続でね。ちょっと待てよ、いろいろとね今文句言うつもりだったんだけどね、結果これで失点したら相手の方が正しかったということになるからね。いや絶対ここはちょっと抑えましょう。これで1点入ったらさらにね、日本のその送りバントの、文化が根付くことになると思うんだね。せっかくフルスインガー持ち味の選手が出てきてんの、こんなのはあかんわ、させねえよ、ここで俺が食い止める。どうだ、正面正面正面、ゲッツー取りに行く、あ、まあでも結果ゲッツーだから問題ないね。はい、ありがとう、今だから言わしてもらいます、銀次にバントは絶対失敗だろって、打たしに行けって。あれちょっとメジャーリーグ関係者が見たらドン引きでしょ、4割バッターにバントっていうね。いや普通のバッターならばバントさすことに何の抵抗もないよ、当然というかそれが日本の野球らしい。俺も別に何も言うつもりはなかったよ、だからあのバッターにバントはないだろ。いや止まるね、そんなことやってたらいつまでもね、アメリカとの差は埋められないまんまだよ。昔は WBC でも勝ってたからね、いろいろと言ってたファンも多かったですけどね、アメリカについて。いやでもメジャーリーグとなんかレベル差あるのは事実だけど、 WBC ではこっちが勝ってるからねみたいなね論調で言う人多かったですけど、今もう何も言えないからね、 WBC で勝ってないから2大会連続でね。ですからバントはあそこはないわ。うわー、でピッチャーに打たれる、俺は何なんだ、一番いらないやつだろこいつね。こいつこそ全て否定されるわ、投げんじゃねえ、二刀流するんじゃねえ、もう全部言われるね。
野球選手やめろまで言われるわ。さあただバントは失敗だ。ピッチャー打ってバント失敗する野手なんやねんこれ。ガバガバやんけ。ただちょっとヒット出始めたな。いやで嫌な流れがなんか続いてるんだよね。うわー振らないやつだ。今のでアウト取れないのがきついんだよな。うわーなんでボールだ。マジで敵や。そら打たれるよお前。全部ボール判定してんだもん。まともな判断してくれって。ナイス奥井の方ね。ランナーストップしてくれたわ。さあこの得点圏でまたペゲーロ。先ほどタイムリーだからね。柔らかいバッティングをするペゲーロを見るというね、なかなか見れないペゲーロでしたが、まあ、楽天ファンだとよく見てるのかもしれないけどね。楽天ファン以外はやっぱあの豪快な一撃っていうイメージが強いからさ。はい三振。しかしここでは抑えたよ。いいぞいいぞ。あと一人。とりあえず茂木を抑えれば5回は終わる。そしてその裏点が入れば勝ち投手の権利は得られる。先の話はよしとしましょう。ここはまず抑えないとね。先先ばっか気にしてたら打たれるのは俺だ。甘いがどうだ。レフト前に落ちる。でホームゴーだね。勝ち越しの1点が入ったわ。もうまたバーンするんかい。やめろそれね。後ろのハゲめっちゃドン引きしとるやないか。お前マジかよ。不安定だな。もうヒット何本今日も。被安打パないっしょ。ウィーラーは三振だよ。今日も8本だからね。いつもイニングの倍近く打たれてんだ。でもチーム逆転。もうマジかよお前。ありがとう本当に。感謝しかねえべこれ。ここからまたこれマジで。でも本当ありがとうだわ。スマップの歌歌おうかな。ありがとう言うてね。生き物がかりでもいいよ。どっちでもいいわ。それくらい感謝の気持ちを今伝えたいわ。本当ありがとうですわ。ただその感謝の気持ちを結果に出せって。また打たれたらお前もう最悪だぞこのシチュエーションで。でもこのシチュエーションで打たれるピッチャーっていうのは野手目線で見てたらただのクソピーやからね。一軍で投げちゃダメなんだよ。無駄にするやつ一番嫌われるからね。絶対抑えていくよバカ野郎。またこれ島をゲッツーだな。さっきも取ってますから。三振でいいやん。なんやねん。おー結果三振なんだからさっきも取っとけよ。かくなかいるのかよお前。もうどんだけ選手取っとんねん。まあ抑えるんだけどね。サークルチェンジはボール。アウトローへ大きく外れました。よし。あーダメだファールだ。お前角中代打で使えるチームとか強すぎんだろ。強豪やんけ。あよ抑えたね。 QS 達成。勝利投手の権利も得たからね。よし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 。ホントチームに感謝ありがとうございます。感謝感謝感謝です。感謝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 です。センキュー。もう帰ろうよ。あいオッケーオッケーオッケー。大量得点センキュー。もう今の俺踊ってる踊ってる。喜びの舞だよ。いや表現していかないとね体でね。7対3チーム無事勝利。もうシェーシェー。横浜大好き。 I love 横浜。あのタオルかけてやってますよあれね。ヒーローインタビューでしてるやつでしょいつも横浜がね。 I love 横浜ってやつね。もう本当にありがとう。やべえ横浜のこと好きになったマジでね。今季4勝目ももうこれもチームのおかげだね。4勝中3勝がチームのおかげっていう。実質1勝だけだからね自分の力で上げた。まあ今日はQS達成してますから、そう自分の力と言っていい一日なのかもしれないけどね。まあでもそれでもあの5回のねイニング捕まったし、その裏で逆転してくれなければもうそもそもがねどうしようもなかったっていう。梶谷これ惜しいね。ホームランとツーベースが出ればサイクル本塁打達成か。はあいいね。ほんで今日は自援護もありましたしね。今日の投球内容を見ていきましょう。6回投げて2失点。被安打9本と結構打たれましたが、まあ結果2点で済んだっていう感じでしたね。危ないところはあったけどね、まあ、なんとかそれを乗り切った結果この結果になりましたから。さあ続いて野手での試合になるからね、しっかりと打っていきましょう。の OB が見に来たよ。いいね。さあ今日は8番での出場。歴史界出た。俺のパワープロで苦手なピッチャーベスト3に入るやつ。ただ1位が、まあマー君。OB も含めるとね。マー君。
2位が横浜スタジアムです。菅野かまいけその場合だと3位も岸じゃなくなるけどね、まあ、3位に岸が入るというそれくらい苦手なんで、そのピッチャーが来るか。ベイスターズ追う展開で迎える2回です。 OK、 カモン。パリーグなんでね、このマイライフでは基本対決することはないけどね、これも初対決になるんじゃないかな。ただその苦手な騎士から打ち始めたら本物やね。ああ、それくらい打てないんで、もう過去のパワープロ作品でもこの作品でもそう、第4球は打ってきてないんでね。インコースへ平行カウント。ここで打てたら今の好調は本物なんだが、まあなかなか難しいわな。どうだ、もう1回来るね。もう1回来るというか、まだあと2回は来る可能性もあるから。チェンジアップ、うまく打った。長打長打、落ちもしねえ。くっそー、今ちょっとね、ここ最近で打った中でチェンジアップ一番捉えた感じがしたんだけどね。あれがヒットにならないか。決まってストライク、伸びのあるストレート。1球目空振りから、うわー、ダメだ。もうこの場面も打てない、何もしてない。あーでも延長入ったわ。でチームサヨナラ勝ち。もうやばくない？アイラブ横浜、もうすごいわこれ。さっきからね全部逆転勝ちじゃないですか。これもね9回に追いついて、もう10回裏これだよ。お前ホーム球場での横浜の勝率どないなっとんねん。10割やないか。そういう試合で何の関与もしてないっていうね、間接的に関わることもできないっていう。同じチームメイトなのかな。俺はね敵チームに見えてきた。俺敵のユニフォーム着てないですか。赤いユニフォーム着てるような気がするんですけどね。悲しいね、こういう試合で打てないのは。今回の実況はこのオリックス参戦で終了したいと思います。投げる予定はないので、全て野手での出場になりますね。いきましょう。さあ来ましたよ、オリックス1戦目ね。打ちてな今日はね。打率も2割5分5厘。ちょっとピッチャーで最初に打ってからね、その後ピタッと止まってる。さっきも打てなかったしね。打率も気がつくのは2割5分切るから。いや2割5分なんですぐ切るよ、今の状況だとね。打たないと。しゃ、スリーボール。もうええで、フォアボールで、余計なことすんな、ストライクいらへんで。もういらん言うとるやろ、もう。聞けや、人の話。で最後難しい球来るんだからね。なんやねん。ならそれならちょっとフォアボールの期待をなんか煽らないでくれよね。それスリーボールで来るんだから、あもうフォアボール来るでしょと思うでしょ。でここでゲッツー。一つ言います、これからクソ&クソタイム始まりますね。これ無理だね、もう完全入ってるわ。ただ打てないだけじゃなくてゲッツー出始めたよ。ひどいわ。2割5分切るのは当たり前、ゲッツー祭りになるでしょうね。第2球投げた。うわもうはいや、始まりました。始まり始まり、いつもの俺です。チェックしてくれよな、ちゃんと見てるかい。目開けて耳かっぽじってみろよ。いつでも見れる俺だからね、そんなに見なくていい。ガン見する必要なしだね。はぁ、あかん、希望がない。うわもう終わったわこれ、三振だ。第4球はで、俺の時取らないのにしたね。取るんだ。で、逆転の野球をさせるんかい、相手に。ホーム球場だけやないか、この横浜が強いのはね。さあ、2試合目ね。打ちましょう、とにかく1本ね。1本打たなきゃまずいし、今、ゲッツーもなんか、ちょこちょこ出てるし、ちょこちょこタイム入ってるんでね、フォアボールも選べないし、結果この実況数字落として終わることになりそうなんだよな。要所要所では打ってるけどね、大谷から打ったり、自援護したりっていう。通常で打ててないので、数字が全然上がらないっていう。で、その打つヒットも長打じゃないんでね。OPS も上がるどころか下がりまくってんだよな。まあもう、シンクロでも何でもいいから、打てたらいいんだけどね。打てなきゃ最悪だ。ハピハピじゃないんだよ。そこに笑顔はないからね。スマイルが欲しいんだよ。第5球、投げました。おい、ナイスカット。簡単には三振はしねえぞ。さあ6球目、111キロ直球、空振り。ちょっと粘ったからね、うん、仕事という仕事はできたと思う。さあ得点圏。いや得点圏でもなんか2アウトが多いんだよね。まあそれで結果残してるのが俺だけどね。ああ自慢じゃねえけど、得点圏打率3割5分超えてるから。ダーダーン、こんな2アウトで来られても困るんだよ。第4球を投げた。どうだ、落ちるやつだ、来た来た来た、落ちる落ちる。はい、仕事しました。2アウトでランナー1塁3塁、点が入らないわけない、だってバッター俺やもん。
やっべえな、ほんと要所要所で打つからね、印象としてはいいわな。それも結構大事な場面でね、どうでもいい場面のタイムリーじゃないですから、勝負どころのタイムリーだからね。数字上はひどいけどね、なんかファンの評価が高いっていう選手いるじゃん、俺その選手だわ、間違いない。で最終打席もう一発狙おういつもこうなんの、本当楽しくねえわ。狙いに行っちゃダメなのかな、俺はね。狙わしてよ、俺みたいな人間にもね。狙うとこうなるのか。まあいいや、チーム勝ったしね。いや、今日の勝利にはね、大きく関わることができてますから、そもそも俺がいなければ2点目がないからね。え？よいや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 。そうだよね、そうだよね。え、監督評価下がらないよね。当然上がるよね。上がらないとおかしいから。当然だ、当然だ。びっくりした。二三振、いきなり二三振を言ってくるっていうね。なんか、悪いやつに見えてくるな。いやいや、悪いところを言うんじゃなくて、いいところ言えよね。びっくりするわ。監督が話しかけられた、ああ、今日のタイムリーが褒められるのかなと思ったら、いや、お前今日二三振だよね。みたいなね。なんだよ、それってなるよ。二三振よりもやっぱあの場面で打ったことだよ。三振なんて一つの結果だ。凡退してればね、どっちも同じですから、三振だろうが凡退だろうがね、当ててのクソみたいな凡退だろうが。さあ今日も打ちましょう、この実況最後の試合ね。初球はチェンジアップ空振り。いきなりチェンジアップを投げる性格が悪いな。投げた、アウトコース。あの一球に全てが詰まってると思うよ、人間性がね。俺には分かる。投げました。おー、で真ん中失投来るとは思わなかったな。コントロールのいいピッチャーだからね。投げました。チェンジアップはもう、まあ、でも一発持ちだから結構失投率も高いのかな。真ん中に来ることが多いんでしょう。投げました。打ちました。あー、うまく合わせられなかった。いや調子良かった、これライト前に持っていけてるやつだわ。コース的にも甘いしね。さあ得点圏、またもうなんやねん、チェンジアップ尽くしやん。完全俺の弱点データで知ってるよね。チェンジアップの打率が低いってこと。チェンジアップしか投げてきてないよ。でこの全力ストレート139しかないけど打てねえんだよ。てか能力衰えするだろう、なんだ139って。はい、でも打ったわ。はい、ありがとう。いやだからチェンジアップ連投できたら打てるよね、これは助かってるよ。いくら弱いっつったってね、打てますよ。ランナー満塁で、これね、今、1234という、ね、123で順番で入ってますから、ここで打てば4点目なんだよな、グラスラなんて出たらね。ちょっと、それ狙ってみようか。あー、いや、できるわけないんだけどね。ああ、でも神がかった人間がいたら、123でグラスラ打って4点目ということがあったでしょ。ほら、順番できてたからね。まあないんだけどね、あったとしてもなんだよっちゅう話だけど。満塁やべえな、俺満塁打率0割じゃねえか。いや通算でもかなりやばいことになってると思う。あとでチェックしていきましょう。これ全然打ててねえや、問題ばっかだよ。多分一度も打ててないよ満塁で。得点圏打率は高いけど満塁ではクソってタイプのやつやね。もう完全プレッシャーに弱いから。でデッドボール、いやフォアボールでええやん。でお前嘘だろ、怪我したんちゃうのこれ。もう勘弁してよ、勘弁してよ。フォアボールでいいところ人にぶつけておいて怪我しましたみたいなことあったら許さんからな、お前。全力で叩きまくるわ。え、ちょ待って、どうなったの結局。3打数1安打1個のデッドボールだよお前。これお前死球があったか、体大丈夫か。大丈夫じゃないよ、どういう怪我なのこれ。怪我したかどうかっていうのがまだわからないんでね。どうだ、え、どう怪我、え、どう、いやそれそれそれ、医者、医者かも。医者、大事を取ったのかどうなんだ。え、怪我してないってこと？じゃあ結局。何の報告もないんかい。医者が医者の仕事をしてないっていうね。え、そのまま試合出る感じですかこれね。出るでしょうね。2戦目登板予定ですから。なんか言えよね。怪我したらなんかイベントがあるんだろうね。医者みたいなのが出てきて、これはなんか怪我ですみたいなこと言われるのかもしれないけど、ノンリアクションもノンリアクションで、それは寂しいっていうね。言ってくれなきゃ何があるのかわかんないし。まあいいでしょうね。怪我してないことは確かですから。はい。じゃあ次回の実況はね、5月の15日西武戦から始めていきます。残るあと3カードプレイしていきます。当番予定は2試合あるんでね、いいピッチングをしていきましょう。じゃあ最後にね、
二刀流成績見ていく前に満塁での成績見ていきましょうかね。はい、得点圏打率はこれ4割0分5厘と今季はチャンスの鬼なんだが、満塁ではこれだ、ひどいね。通算で1割6分7で今季は7の1ですからね。この時点でもう7あるのに1回しか打ててないからね。うん、5月の時点で7チャンスめちゃくちゃ多いよ満塁のね。なんかこう満塁打数の記録作る勢いで今多分来てるんじゃない。最終的には15超えて20もいきそうだけどね。そこで何の結果も残せてないというのは非常に残念ですけどもね。これからは満塁で打てるように頑張りましょう。さあまずは投手成績から。この実況では1試合しか登板はありませんでしたが、そこで好投ができたので防御率は 3.43、 44イニングを投げて4勝1敗ということになってね、勝率は8割で、QS も4個、率は 57、 HQS は2冠で、 WIP は 1.52、 相変わらずひどいまんま。今回もまあ被安打かなり打たれましたからね、この辺を減らしていかないことには WIP はこれでね、あ、変わりないですから。防御率2点台で WIP1.5 だったら最悪だよね。そういうフィニッシュないようにしましょう。手動プレイのマイライフだとわりかしそういう展開があるのでね、数字上それ全然褒められないのでね。で、打っては、どうだ、はい、打率は2割4分8厘、2割5分切ってのフィニッシュになりましたね。残念。で、本塁打0、打点は9打点。しかし、得点圏では4割0分5で37安打の15ですからね。ヒットがここまで28ですから、半分近く以上がもう、得点圏で打ってるものなんだね。逆に言うと、得点圏でしか打ててないやつだ。いや、それめっちゃいいけどね。で、併殺はここまで5と、もう5打っちゃってますね。で、OPS では5割4分1で、まあ、この実況始まる前が OPS5 割8分くらいあったので、4分下げたということですね。まあ、打率下がったのもそうですが、とにかくフォアボールを全く選べてない。ここまで何個ですか ?2 個だからね。1ヶ月以上打席に立ってんの2個しか選んでないからね。異常だよ、このレベルはね。もうとにかくひどいですから。ほんで、送りは、4割切ったねー。いや、4割バッター期待したんだけど、対して銀次はどうなんだ。銀次もまた4割打ってたか。ああ、銀次も切っちゃってるね。まあ4割というのはそんな簡単に達成できるものではないということですよ。まあ奥に関してはまだ3割9分6厘ですから、ここから上げれば達成もあるかもしれない。ちょっとね、今後は奥にのね、この打率にも注目していきましょう。もしかしたら本当に4割あるかもしれないんでね。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わり。次回の交流戦の活躍も期待してみてくれよな。ぐぐぐぐ、バイ、またウォー。